ラスため第7話、冷酷王女と辞める人。見ていきたいと思います。よろしくお願いします。もしこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。やっぱ時間経ってんじゃね、多分そんな感じする。で、オープニングだかエンディングだかの感じだと、多分水色の髪の人よね。あいつが、なんか、どうかなる、あれだろう。伝われ。はい、それでは、アベマ TV で再生していきます。3、2、1、スタート。FBS。お、なったやん。やったぜ。やった。でかくなってね、やっぱ。気のせいかな。2年。ほら、やっぱ時間経ってんじゃん。2年。終わろう。終わろう。もうこれでいいって終わろうって、もう最悪な方に行かなくていいんだから。終わろう。もういいじゃん。騎士になったんだから。騎士団入ったじゃん。終わろう。ねえ、俺が。終わろう。もうわざわざマイナスの方向に持っていかなくてもいいって。いいじゃん。まだ始まって2分も経ってねえのに終わることを望んでる。こいつ。この水色の髪のやつが多分今回、あれなんじゃねえんか。いろいろ。そう、これ、オープニングのここね。次よ。これ、ここ。誰だろうか。なんかお母さんかお姉ちゃんか妹か、なんかわからんけど、そこら辺が、なくなるんかな。で、オープニングで並んだ3人がさ、全員やっぱ関係あるもん。黒髪の、あいつ以外、3人並んどったじゃん。王国側の人間としては。やっぱ関わるんじゃねえ。本編開始。第7話、冷酷王女と辞める人。メガネ、ほら。へえ。王女からではなかったんだな、メガネ。
おい。ねえ、今の声。いいとこ見せられたぞ、どうする？続いてんだろ。よくないんじゃない？常に持ってんめちゃくちゃ根に持ってんじゃん。彼女ね、いっぱいいんだろ。
ほう。彼女のこと、へえ、はあ。なるほど。あら、やばいね。ほう。全然わかんない。全然わかんない。そうなの。
うん。
終わんのかよ。終わんのか。いや、なんか、まだ続きあったはずなんだよな、確か。あと1話あるはずなんだよ。ああ、あったあった。第8話がね、もう、配信されてっから、ちょっと続けて第8話も見よう。しんどいね。でもしんどいよ。私の分まで幸せに生きてなんか言うなよ。そんな悲しいぜ。二人で一緒に幸せに生きるんだよ。それが幸せってもんだろ。私がいなくなってもあなたが一人でとか、そんな悲しいこと言うね。でも助かんのかな、今から間に合ったとしても。で、病を癒す能力者がいないじゃん今。いい、どうすんだろうな。霊王女と裁き。いやー、どうなるかね。いや、なかなかきつくないこれ。なかなかしんどいよ。マリア。マリアしんどいぜ。マリア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 。その悲しいこと言わないで。で一緒に幸せに生きよう。どうなるんだろうな。で、もうね、第8話も配信はされてるんでね。今から言います。一旦まあこの動画はここで切るんだけど、第8話まあ次の日出してると思うんでね。あー、どうなるんだろうな。今何話をどこで出してるかわかんないんだけど、第9話は多分その日だから次の日だかには。あげるんじゃない。第8話までは多分毎日やってるはずだ。わあ、なかなかしんどい話だったな。こんな悲しいことになるなんて。めっちゃ早く感じた。おもろい証拠や。終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、ラスタメ第7話、冷酷王女と辞める人でした。ありがとうございました。なるね。